にちは、2022年、今日は11月23日勤労感謝の日ですね。ただいま10時3分になります。東京は今現在、今日は1日雨という予報になっておりまして、非常に今日は冷え込んでおります。昨日先日のすき家ですね、すき家じゃないや、ホットモットだ、ホットモットに行って、あの今なんかすき焼き弁当、すき焼きがこうメインのこう商品をホットモットで売り出して、まあ、ちょっとすき焼き食べたいなと思って入ったはいいんですけど、やっぱり、税込みでやっぱり500、600円近くなるんで、まあ海苔弁当にして海苔弁当を食べたという、動画にコメントしていただいたんですよね。ショート動画の方に200円ぐらい出せないのみたいな、あと残り差額の200円ぐらい出せなかったんです。まあ今研修中でですね、まあ会社はまあまあ近くっちゃ近くなんですけども、まあ他のこう場所に移動する時とかもございましてですね、どうしてもやっぱり電車賃だとか、その他もろもろお金がかかるので、やっぱり抑えるところは100円でも200円でも抑えておかなきゃなみたいな、ちょっとそういう気分になるわけですよ。まあ食は大事なんですけどもね。ちょっと3分経ちましたんで、カップラーメン食べます。食は大事なんですけどもね、まあ、どうしてもやっぱり他のまだお給料もいただいてないですし、まあ、今月のお給料多分25にいただけるんですけども、多分数万円あるかないかしかもらえないんで、来月12月の25日ぐらいにはまあまあなんとかみたいな感じではやっていけるとは思うんですけど、それでもやっぱりギリギリか、まあ、今月に限ってもマイナスですよね。マイナス、貯金もないのにどうやって暮らしていくんだみたいな、そんな感じですよ。だから電気代も今節約してダウンで体を温めてるわけですよね、ギャグではないですからね。ギャグでは本当リアルな実生活ですから、ラーメン作るのも何するのにも、お届けしてるわけです。さあ今日はこれから、勉強しなきゃダメですね。会社知識を得るための、ということで、皆様チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。